はい。どうも皆さん、こんにちは。えずえっこです。それでは今回なんですけども、キャッシュカードが 3D セキュアに対応各スマホ決済と連携が可能に、実際の連携方法や還元率などを含めて解説ということで、ついにこの時がやってきました、ビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュカードが、ついにですね、3D セキュアに対応したということで、そのことについての解説と、設定方法と還元率含めてですね、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回キャッシュから発表された公式のページを見ながら一緒に見ていきましょう。まずは、ここからですね、本人認証サービス 3D セキュアに対応しました。ウォレットアプリキャッシュと同期するキャッシュカードが本人認証サービス 3D セキュアに対応いたしました。キャッシュカードを発行しているお客様であれば、特別な設定をすることなく、本日より本人認証サービス 3D セキュアによる決済ができるようになります。これにより、 安心で安全なオンラインショッピングが可能となります。ということでございました。いや、これは本当にやっと来たなーっていう感じですよね。で、念のためですね、本人認証サービスの 3D セキュアって何じゃやっていうことなんですけども、まあ、これも公式ページにそのまま出ておりました。そのままちょっと読みたいと思うんですけども、オンラインショッピングの際にカード情報、カッコ、カード番号、有効期限などに加えて、ユーザー自身が設定した本人認証パスワードを入力することにより、 カード情報の盗用による、なりすましなどの不正使用を未然に防止するサービスですということですね。まあ、これまでこの 3D セキュアがないことによって、ま、いろんなサービスが使えなかったりとか、やっぱりそのセキュリティがちょっと弱いという部分もあったので、なかなかちょっとこれがなかったことによってキャッシュを使うことがなかったということも、ちょくちょくコメントもいただいてました。ですけども、今回はその 3D セキュアが備わって、ま、セキュリティがさらに、ま、強化されたということになります。でですね、その 3D セキュアに対応したカードなんですけど、 けども、それがこちらのカードとなります。まあ、いわゆるその先ほどお伝えしたキャッシュカードということで、発行手数料は税込み900円かかるんですけども、この3種類のカードを既に持っている方であれば、もう特に設定することなく使えるということになります。ですけども、キャッシュカードライト、そしてキャッシュカードバーチャルに関しては、3D 席は未対応ということですので、あくまでも先ほどの3種類のカードを持っている方が対象となります。 ちなみにキャッシュカードライトが左側の、まあ従来のキャッシュですね。そして右側に関してはキャッシュカードバーチャルというタイプですので、この2つは見たいよということになりますのでお気をつけください。でですね、一応本人認証サービス 3D 設計アの利用方法というふうに出てるんですけども、これ後ほどですね、僕も実際に設定してみたので、これ後ほど解説します。 でですね、ここからなんですけども、このキャッシュカードが 3D アに対応したことによって、何が大きく変わるのかというところなんですけども、まあもちろんね、セキュリティが強化されたのもそうなんですが、なんとですね、各スマホ決済と連携が可能になるんですよね。まあ基本的には、スマホ決済ペイペイとか楽天ペイとか D 払いもそうなんですけども、クレジットカードとかと紐付ける場合は、必ず 3D ュア対応のものじゃないと連携することができなかったんですけども、今回はキャッシュ キャッシュカーードににそのサービスがが始ままっったこことととよって連携すすることが可能となりますめちゃくちゃ嬉しいですね。で、連携することによって実質の還元率がこれでアップするということになります。ち,ちなみにおさらいなんですけども、キャッシュカードに関しては、常時使うために1%分の還元を受けることができます。 もちろんね、単体で使ってもいいんですけども、そこにですね、このキャッシュカードにクレジットカードをリンクさせて使うことによって、キャッシュカードの恩恵も受けて、なおかつクレジットカード分の恩恵も受けることができるので、常時もうほんと実質2%分の還元を受けることが可能なんですよ。まあ、これでもお得なんですが、 で、そこにさらに今回はスマホ決済と連携することができるので、この3つの恩恵をポンポンポンと受けれるようになるんですよね。まあ、全部が全部受けれるというわけではないんですけども、一応こういった方法も可能ということになります。で、今回ですね、このキャッシュカードと連携が可能となるスマホ決済を並べてみました。一応、PayPay、D 払い、楽天ペイ、6グラムということで並べました。で、この4種類のスマホ決済とキャッシュカードを紐付けることによって何が変わるのかっていうことで、簡単にちょっと出してみると、 こんなな感じとなっておりますすちょっとと簡単に上から見ていこうと思い思ますまずはペイペイなんですけども5000円縛り開放ということでこれどういったことかというと、まあ、これまでペイペイとキャッシュを紐付けて使おうということであれば5000円までしか使うことができなかったんですが今回 3D セキュアに対応したことによってこれでさらに上限がアップするということになります これ、後ほどですね、ちょっと実際の画面をお見せします。まあ、けども、この PayPay ペイペイに関しては、この5000円縛りが解放する以外に関しては、ま、還元率がアップするというわけではないので、ここはちょっと間違えないようにしたいところですね。なので、基本的には PayPay ペイペイとキャッシュを紐付けても、還元率で言うと、キャッシュカードの1%と、それとリンクしているクレジットカードの1%ということになります。次に D 払いですね。これがやっぱり一番魅力的ですよね。還元率実質2.5%以上が可能ということで、 ま、簡単に出すとこういった感じとなってます。まあ、D 払いであれば0.5%還元がね、常に受けることができるんですが、そこにさらにキャッシュを紐付けして1%と、プラスクレジットカードと紐付けてれば1%分の還元を受けることができるので、これで実質トータル2.5%以上を普通にお買い物してても受けることができるということになります。これやばいですよね。 次、楽天ペイに関してなんですけども、こちらも連携がただ可能になったということで、還元率がアップするというわけではないです。まあですけども、キャッシュの1%の還元を受けることができるので、まあそこはそこでちょっとお得かなと思いますね。 そして3つ目、6g ということで、まあ、これはね、たまーにちょっと土木の動画で紹介することがあるんですけども、ミクシーが提供するスマホ決済ですね。これに関しては、キャッシュで直接ですね、チャージが可能ということになります。で、その後にこの 6g を使ってモバイルスイカにチャージすることができるので、まあ、ざっとこんな感じですね。キャッシュの1%とクレジットカードの1%、そこから 6g にチャージをして、モバイルスイカにチャージをするという方法も、これで可能ということになります。 で、早速ですね、今お伝えしたこの4種類、早速キャッシュと紐付けしてみたいと思いますので、まず PayPay ペペからやってみたいと思います。まず PayPay ペペであれば、ここのその他というところをタップしていただいて、そこにカード追加という項目があるので、ここをタップします。そうするとクレジットカードの情報を入力するところがあるので、情報を入力した後にクレジットカードを追加しましたと出てきます。ここでちょっと一旦閉じます。で、閉じた後に支払い方法の管理の画面があるんですけども、まずちょっとここを見ていただきたいんですが、利用可能額括弧 支払い5,000円と出てます。 で、今回はこの5000が解放されるということですので、利用上限金額を増額するというところをタップしたら、ここで利用上限金額を引き上げますかと出てきますので、この青いところの本人認証を設定するというところをタップします。ここでようやくですね、3D セキュアによる本人認証を開始しますという画面が出てきます。SMS であったりとか、プッシュ通知とか、e メールで言う方法もあるんですけども、今回は僕は SMS で行ってみます。で、それを選択したら次へをタップしたら、僕のショートメールあでにですね、まあメッセージに、まあ番号 号が書かれてるんですけどもそれをここの枠の中に入力をしますそれで認証するというところをタップしたらこれで設定が完了となりまして利用上限増額済みという風に切り替わりますまあ、見ていただいたら分かるように利用可能額25万円という風に切り替わってますねまあ、設定自体はめちゃくちゃ簡単ですねで続きまして d 払いですね d 払いも結構設定簡単です今現在僕は d 払い残高からのおし払いという風になってますんでこれをタップしたら2つ種類が出てくるんですけどもここでクレジットカード払いというところをタップします で、今現在一つクレジットカードを登録してるんですけども、ここのプラスクレジットカードを登録というところをタップしたら、クレジットカードの情報を入力するところが出るんですけども、そこでキャッシュの情報を入力して、まあ、新たにですね、2番目が追加されてます。で、新たにここをタップしたら、先ほどの PayPay でも出てきたように、3D セキュアによる本人認証の、まあ、入力画面が出てくるので、同じように設定したら、 これで設定が完了となります。ちょっとね、あの番号とか隠してるんで、なんとなく設定されてるかどうかわかんないんですけども、設定もこれもめちゃくちゃ簡単です。続きまして、楽天ペイですね。楽天ペイも簡単です。このお支払い元というところがあるんですけども、ここをタップします。 そうすると、今登録しているクレジットカードの情報が出てくるんですが、一番下にですね、新しいカードを登録という項目があるので、そこをタップして、キャッシュの情報を入力したら、ご覧のように一つ追加されたようになります。で、ここもちょっとタップしたらですね、そのあたり、同じように 3D セキュアによる本人認証サービスの画面が出てきます。で、うまく設定ができましたら、楽天ペイ側で設定完了という風に出てきたら、これで設定は完了です。これも簡単ですね。で、最後、ミクシーが提供するスマホ決済、6g ですね。6g の場合は、まずここのチャージという と,ところをタップしたら項目がいろいろ出てくる中のクレジットカードをタップします そして、今一つ登録してるんですけども、ここで新たにクレジットカードを追加というところタップして、同じようにキャッシュの情報を入力します。そして、3D セキュアの入力画面が出てくるので、うまく入力ができますと、ご覧のようにクレジットカード選択の画面に一つ追加されてますね。これで設定完了です。めちゃくちゃ簡単ですね。で、ちなみに今日ですね、僕、キャッシュを使って、6g にチャージをしてみました。1000円分ですね。で、詳細の画面見たときに、キャッシュ側でちゃんとメクシーという風にバッチリと出ております。で、獲得予定ポイントとして、プラス10って出てます。 んでちょっと反映はまだされてはないんですけどもうまくいけばこのまま反映されるんじゃないかなと思います。以上が 3D セキュアの設定方法についてでした。でですねちょっと久しぶりに出したこのキャッシュの話題なんですけども今後どんな風に使っていくのかっていうところがポイントとなってくるかと思います。まあ、今現在はですねミザラインペイクレジットカードいわゆるそのラインペイクレカが3%還元のキャンペーンを行ってるんですけどもこれの期限というのが2021年の4月の30日までっていう風に決まってます。まあ、これはね結構ご存知の方が多いと思います。 思うんですがそれが終わって2021年の5月の1日以降はキャッシュカードプレスクレジットカードをリンクして僕自身は使おうかなというふうに思ってます。 そうすればね、先ほどお伝えしたように、キャッシュの1%の恩恵とクリストカードの1%の恩恵というのはそれぞれ受けることができます。で、僕自身は、まあ、どんなクリストカードを紐付けるかちょっと迷っているところではあるんですけども、最近この JQ エポスカードというのをですね、作ったので、まあ、実質の還元率は0.5%還元なんですけども、JQ エポスゴールドにちょっとしたいので、一応こんな風に紐付けしてちょっと使おうかなという風に検討してます。まあ、ぜひですね、キャッシュに関してはいろんな組み合わせ方法とかがあったりするので、まあ、こんな風に使った方がお得ですよ、と これの方で、もしですね、まだキャッシュカード作成されてない方がいらっしゃいましたら、今現在、キャッシュカードを申し込みしたら、1000ポイントプレゼントキャンペーンというのが行ってます。まあ、その作成する上で、Apple Pay と Google Pay の登録が必要となるんですけども、まあ、これを行うことで、税込み900円の発行手数料が、まあ、ちょっと浮いちゃうということで、 作成するのは結構いいタイミングなのかなと思います。こちらのキャンペーンは11月の30日まで行われてます。ですけども、安定のですね、もうキャッシュカード発行するなら、もうぜひポイントサイト経緯は行っていただければと思うんですが、まあこちらのサイトはね、よく紹介するどこ得という、どのポイントサイトがその時点でお得なのかっていうポイントサイトを比較するサイトなんですけども、この動画を撮ってる11月の17日時点で比較したらですね、ちょっといろいろ出てるんですが、まあ僕がね、ちょくちょく動画でまあ上げさせて いただいているこのチョビリッチがですねこのキャッシュカードを発行することによって200円相当のポイントをもらうことができますもちろんご自身がよく使っているポイントサイトを経由するのも全然ありですでこのチョビリッチに関しては今出てるように獲得方法としてアプリダウンロード後新規会員登録まで完了したらだいたい2週間程度でこの200円相当のポイントを受けることができるのでまあ、先ほどのキャッシュのキャンペーンと組み合わせたらだいたい1200ポイントぐらいが実質もらえるようになるので結構作るタイミングとししたら羨ましいなっていう 思いますちなみに僕は特にポイントサイトとか経由せず、キャッシュカードの発行がスタートした瞬間に作ったので、普通に発行手数料払っちゃってるっていう側です。 なのでぜひですね、まだ作成されてない方はいいタイミングなのかなというふうにも思います。まあそんなこんなで今回は、まあついに待ちに待ったキャッシュカードが 3D セキュアに対応しましたということについてお伝えさせていただきました。本当このキャッシュに関してはすごい頑張ってるなっていうふうに印象を受けました。結構不意にこの発表がされたのですごいびっくりしたんですけども、この 3D セキュアが対応することによってやっぱりその使うユーザーっていうのは今後も結構増えてくるんじゃないかなというふうにも予想しております。で 先ほどもお伝えしたように、キャッシュ今後こんな風に使いますとか、こういった方法がおすすめですよっていうのがあればですね、そちらもぜひコメントに書いていただければなと思います。で、先ほどお伝えしたポイントサイトのジョビリッチの登録がまだの方いらっしゃいましたら、こちらも下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。